県によりますと、昨日長岡市で弱っているオオタカがいるという連絡が一般の人から関係機関にあり、簡易検査で A 型鳥インフルエンザウイルスの陽性反応が確認されました。簡易検査で陽性反応が出たのは県内で今年度初めてです。現時点では簡易検査であり、今後の遺伝子検査の結果で陰性になることもありますが、回収地点の半径10キロ圏内が野鳥監視重点区域に指定されました。県はその区域内の養鶏場に2カ所に対し異常がないことを確認しています。通常人が鳥インフルエンザに感染することはありませんが、拡散防止の観点から県は野鳥には触らないよう呼びかけています。